さ、えーえー、んんこにちはレック専のです、えー、それではですね今回はレックの充実した通信講座というところで、ですね、まあ、一応、まあ、現在、社会状況、こういう状況で、なかなかですね、えー、校舎等に変えず、とですね、あのー、通信講座で授業を受けたいという方いらっしゃると思いますので、えー、レックのですねその通信講座の場合は、ですねどういった仕組みになっているかとか、えー、どうやって、ですねそのなかなか本当は対面にたいとかと思いますから、質問どうできるのかと、そういったです、ね、話をちょっとさせていただこうかなと思っております。はい えまず、ね、レックの通信講座の特徴なんですけれども、もし、ね、お手元にありましたら、こちらの,です、ね、あのパンフレット、まあ、あるいはです、ね、もしない場合については、問い合わせをしていただければ、こちらの方からお送りさせていただきますし、インターネット上にもありますので、こちらのメインパンフレットですね、あれば見ていただくといいのかなということになりますけれども、まあ、お手元にない方もいらっしゃると思いますので,です、ねえー、一応、後藤の方で説明をさせていただこうかなと思っております。 まずですね、レックの通信講座、通信の事業ですね、事業の方はどういうふうな仕組みになっているのかという話をさせていただきます。レックの通信講座ですね、まあ、ここもそうなんですけども、まずですね、スタジオで収録をしております、教室に受講生の方がいらっしゃって、そこの授業をしてそれを取るというのではなくて、まずこういった専業のスタジオで収録をしております。ししかもこれ事前に収録してますねはい ですからどうなるかというとまずは受講生がない状態でやっていますから、われとかもありません、完全に専用動画になっておりますので、われとはありませんで、さらに事前に収録していますので、だいぶ、ね、普通の生講義を受けているスケジュールに比べると、だいぶ早くですね、えー、もう配信が始まっていますので、どんどん先々に先に勉強することができます。 例えば、えー、現在、状況としてですね、まあ、例えば学生さんの方も、なかなかちょっとまだ学校その始まっていないとかって方で、ちょっとまだ時間に余裕があるという方もいらっしゃるかなと思います、あるいはなかなかちょっとこう、ま、自粛状況ですから、そんなに外出るわけにはいかないということで、そこまでやることないかなって方もいらっしゃると思いますね。そういう方はです、ね、ぜひ早めにです、ね、通信ね通信を受けていただきますと、例えば、ですねもう5月の中央頃から、ですね法律や経済や数的主義といった主要科目に関しては、レックはもう動画を聴くことができるようになっているんですね。 それを使っていただいて、どんどん先々に勉強していただくということができます、はい、また、ですねそれ以外にですね通学講義、通,通信講義どういう特徴があるかというと、ですね一応、レッグの講義は通常2時間半で構成されています、であのその通信コースにつきましては、ですね通信コースはたい30分、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 30分ということで、30分を5個で1回の攻撃させていただいています。 でですすからですね、30分刻跡になっているのでちょっと空き時間に30分ずつ聞くみたいなそ細う切うれな勉強をすることもできますのでそういったですね、うまい具合にこうフレキシブルに、ね、自分の好きな,ような時間を勉強することもできます。またこちらの動画なんですがもともと機能としまして倍速を使うということもできますので2倍とかにしていただくとちょっと2倍早すぎるかもしれないんですけれども1.23倍とかしていただくと通常早くうは来まます、ね、より効率的に勉強できます。 ですから、ですね30分ずつと、さらにスピードアップということをうまく使っていただくことによって、的確にです、ね、あのどんどんどん勉強すると、早めに自分の自分に合ったペースで勉強することができるとなっております。また、ですねやっぱり講義に関しましては、やっぱり合う合わないってあると思うんですね。そこに関しましても、レックの通信講座は、特に主要科目になりますけれども、ほとんどの科目ですね、だからね、に関しては先生が3人います。 え先生3人いますから、3人の中ですね、全員聞くことができますから、相性が合うなと思った人をずっと聞いていただくことができます。また、あえて2人を聞いてですね、どちらも聞いて、若干説明法が違ったりしますので、頭に入れていただくこともできます。また、もう1点気になる方がいるのは、このウェブ講義と実際に校舎に来る生講義、クオリティが違うんじゃないのかなんて言われたりするんです。全く関係ません。どっちらも一緒です。現在、教材が同じなので、若干先生が違うかなぐらいで、クリエイティは一緒ですから、そこは気,をつける気にする必要性は全くありません。 えー、あともう一個気になるのは、えー、通信講献してしまうといつ勉強したらいいかとかなんか怠けちゃうんじゃないか強制力がいんじゃないかっていうことがありますねですがレックに関しましてはあの個別相談のことね単位相談と通称を呼んでいるんですけれども単位相談ということでですね各校舎に所属している先生と相談をすることができます でこれ、は一体して相談できるという仕組みなんですけれども、ちなみにこれ、どこの公室でも受けられるやつなんですけどね、全国どこでも大丈夫なんですけれども、まあ、もちろんね、校舎にねあの通信で申し込んでいただいた方も、校舎に相談をしに来ることができます、ただやっぱり状況として、外に出たくないという方がいると思いますけれども、現在です、ね、でもともとはこう対面で一対一話をするってやつを、電話で対応することもしておりますので、そこで先生と相談をして、いついつにどういうふうな勉強をしたいのかって相談をしてもやっていただく。 例えば強制欲がないと不安だという方は、ね、最初のうちはひとつきに1回とか。 だんだん2週間1回とか、ね、特に用事がなくても先生に相談していただいて、勉強状況こうなんですよって相談してほしいんですね。そうすると遅かったら、い遅いから早くやってって言うし、調子よかったらお、おい,いよって言いますから、あそういう形でうまくで調整、うまくですね強制服みたいなのをつけることもできますので、えー、そこもですね、えー、心配しなくていいかなと思いますね。はい、またそれ以外にです、ね、通信にしてしまうと、面接もどうなるかなと思うかもしれませんけど、結局、ね、事業は確かに通信になるんですけれども、さっきの電話相談ではないけれども、そのほかですね、えー、面接練習。 遠方の方に関しても、その面接練習なんかはオンライン上にして、オンラインのウェブ会議システムを作っていきますから、そこに関しても、対面が必要なものに関しても、何とか対面でやっていきます。また、対面に関しては直接聞きたいという方に関しては、ですね通信のみを申し込んでいただいた方も、対面をすることはできますから大丈夫です。あから、事業がこうなってしまっていると。だから、ですね通信で申し込んでいただいて、ですねちょっとまだ落ち着かない状況だから、とりあえず、透明の間は事業はだんだんど、んどんどんどんウェブで聞いてしまう。 それで、落ち着いたら、直接来て、面接練習をしたいという対応もすることができますから、柔軟、ね、な対応ができますので、そこはご心配なく受けていただければと思いますね。レックはこういったです、ね、通信講座、ずっと昔からしっかり作っていますので、安心して、ね、受講していただければいいと思いますね。まあ、そして、特に、ですねあの例えば2021年、受験された方、もう早く勉強したいなって悩んでいる方がいると思います。だです校舎に来なくてもこういった通信講座は充実します。レックはそこで対応できますので、ぜひご検討いただければと思います。 詳しい話をですね、聞きたい方いらっしゃいましたら、校舎等に各校舎等にですね、大きな校舎等に連絡いただきましたら、ご電話あるいはですね、Zoom 等のウェブ会議をした、使ったですね、相談会も設けていますので、ぜひですね、連絡いただければと思いますね。もうご相談からお申し込みもすべてオンラインに対応させていただきますので、そこは大丈夫でございます。 そしたらですね、まあ、こういう状況ですけれども、ぜひです、ね、勉強したい、頑張りたいという方はぜひ来て,いてください。我々も全力よくサポートをしたいと思います。ではですね、今回の話はこれで終わりさせていただきたいと思います。ありがとうございました。